はいどんちゃー、笹谷です。本日のニュースを続いていきましょう。 今日前半の話題は G7 広島サミットにゼレンスキーが来日ということでなるほど岸田外交めちゃくちゃいいカードを切ってきたなってことでねその辺まるっとお伝えするのと後半は近藤正彦通称マッチが例のジャニーズ問題について藤島ジュリー社長に言う言っちゃなよ的なことを発言しまして業界内でざわついてるのでその辺サクッとお伝えします僕の締めりを聞いて目をつけたとかいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたしますそれでは早速まずは G7 で出た飛び道具の話題から朝岸 新聞より見出しがですねゼレンスキー氏被爆地から発言する意義 G7 のメッセージも強くということで本文を抜粋して読んでいきましょう。 ウクライナのゼレンスキー大統領が広島で開かれている G7 サミットに対面で参加する見通しとなったウクライナ政府は広島サミットを世界にウクライナの声を伝える重要な場と位置づけ来日に向けて日本政府と調整に入ったはいえ実際はもうフランス政府の特別機にて広島に到着しているのでちょっと情報があれなんですけどもとで、えー、ゼレンスキー氏の訪日はロシアとの対決性を G7 と結束して打ち出す以上の意味がある被爆地広島から発信という意味合いも大きいロシ ロシアによる核の脅しに反対する姿勢を打ち出すことで世界的かつ歴史的なインパクトもあるからだ確かにこれは海外に向けて非常に強いインパクトとなるでしょう、えー、早速今日の午前にもですねカナダのテレビ局が、えー、彼は頻繁にウクライナを離れるわけにはいかない戦争の後初めて日本に来るのを見られるのは興味深いですねと報道またドイツのラジオ局も彼が来るというのはウクライナの支援を求める活動では新たな次元だ 彼は西側諸国には兵器による支援が効果的だと説得しようとしているとの速報を打っております。で、えー、またインドやインドネシア、ブラジルなどをグローバルサウスと呼ばれる新興国、途上国の代表格といえる国々の首脳も今回参加することからサミットの場で直接働きかけができる。ああこれはゼレンスキー氏がですね、影響力がある新興国にあっちこっち訪問せずともですね、広島に来ればその首脳級とも会うことができる。これと日本の平和外交、平和のワンストップさ。 サービスですよこれすごく僕いいと思いますなんか今日ちょっと調子狂っちゃうんですよね普段の僕はこうじゃないのにだから今日は自分自身に向けて手のひら返しのクルリンパかよってね自虐をぶっこんでおきますけれどもと思、えー、ゼレンスキー氏は「公平な平和」という言葉を繰り返してきたロシア軍に2割の領土が占領されているような現状でロシアによる戦争犯罪が継続したままの停戦は平和を意味しないとの考えを強調し続けている戦争が長引く中で主権と領土の一体性を守るために広く 強く訴える場ととしてゼレンスキー氏にとって今回の G7 は極めて重要なな場となる確かに今はコロナ禍の経済ダメージ回復中ということもあってですね世界の多くの国々がウクライナの話は二の次って感も出てると思うのでえそういう緩慢な雰囲気を引き締める意味においてもですね G7 サミットで早急するのは良いタイミングだと言えるでしょうでえ岸田首相はロシアによるウクライナ侵攻の終わりが見えない中今回のサミットで 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜くんだという G7 の強い意志を明確に発信すると訴えてきた。そのため、複数の日本政府関係者はゼレンスキー氏が法にする意義について、 G7 広島サミットのメッセージ性がぐんと強くなると口を揃えるえゼレンスキー氏と G7 首脳が対面で向き合い強い結束を世界に示すことができれば議長国としてのリーダーシップを発揮できるとの計算も働くとは政府関係者えそのリーダーシップ以外にも偉くうまみがありそうな計算が働いているかとは思いますけどもその話は後ほどに一旦記事に戻りますとでえロシアからの核の脅しをかけられている立場のウクライナの大統領が被爆地広島を訪れる意義も大きい サミットでは核兵器のない世界に向けた核軍縮不拡散も主要なテーマになる中 核兵器による威嚇も使用も許さないと出てきたえ首相のメッセージと共鳴し合う効果も見込める。いやー、ほんとその通りです。ロシアは完全に消耗しており、武器も兵士も不足してます。このままの状態が続いていくと、本当に低出力のですね、戦術核のボタンに手をかけるかもしれませんので、被爆地の広島サミットで核兵器の使用は絶対反対だと叫ぶには最高のステージですよ。今回の岸田外交僕は久々に膝を打ちましたと。で、さらに、えー、ロシアによる侵攻後、 ゼレンスキー氏がアジアジを訪れるのは初めてだ岸田首相は今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないと繰り返しており一致したメッセージを打ち出せれば東シナ海や南シナ海で海洋進出を詰める中国への強い牽制にもなる今回のサミットを G7 各国にインド太平洋に向けてもらう重要な機会にとそう言い続ける首相にとってゼレンスキー氏の訪日がサミットの政治的効果を高めることになるのは確実だおしまい ということで、さすがの朝日新聞も今回の岸田外交については一定の評価をしているというような書きっぷりでございます。なお、これについて立憲の泉代表は、ゼレンスキー大統領が広島を訪問するとなれば、核による威嚇、核の使用を絶対に許さないという、さらに強いメッセージを国際社会に発することができるだろう。無事の到着と、ウクライナ支援についての濃密な議論もされることを期待しますとコメントをされておりますけれども、僕、これ見て情けねえなと思いました。いや 素直に評価したというのはねそこは正しい部分なんですけども、でも泉代表は今年の2月、ですね首相がキーウを訪問する際にえ国家の事前承認を得ずに行くのはいかがなものかと言ってたじゃないですか、でさらにですねお宅の立憲の多くの議員はゼレンスキーにしゃもじを送ったことに対して、ですね一体何を考えてんだと、必勝祈願の願掛けなど、平和外交でも何でもないと、ですね石垣り子だとか蓮舫だとか、ですね立憲の活動家の議員の方々がありえないほどぶったたいておりましたけども、あのキ 訪問で地ならしがあっての今回のゼレンスキー氏の訪日だと思いますのでいかに自分たちの考えが浅かったのかというねえそういう話だと思いますし文字の話を国会で議論してるのを見て本当に間抜けすぎて僕腰抜かしましたからねもちろん泉さんは政権側じゃないのでね持っている情報は限られているので水面下の動きをね全部察しろとは言いませんけどもでも最低限せっかく自国でサミットするんですからね広島にゼレンスキーを呼んで戦争反対と訴えさせてはどうかって提案も でできたんじゃないでしょうかねそうすれば今頃鼻高々でですね、岸田首相が我々立憲の意見を取り入れたのは、大きな前進だってね、えー、自分らも格好がついただろうに。で、こう言うと、また野党のお花畑の連中がですね、G7 は西側諸国の声だけを反映している、ここでゼレンスキーを呼ぶのは真の平和ではないなんていう方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、じゃあ、あんたらの理想とする話し合いの場っていうのは、どういう場なのか見せてくれよと。左ストが大好きな国国連とというのはですねロシアと中国をおもんばかって昨日 に陥ってますもはや国連に現実的な答えなど出せるわけがございません文句を言う暇があるならば各国首脳級が集まっている理想的な会合をどうやって開くのか左人たちは提案しておくなさいまし。 でだえー、こうなってくるとです、ね、現実味を帯びてきそうなのが6月の衆院解散説です。このままだとまた岸田内閣の支持率上がっちゃいますからね、僕自身は岸田内閣がね、他でルーズなこともいっぱいやってるんでね、例えば子育てに関する異次元のなんたらなんてのは、ですねえどこが異次元なんですかって感じですし、むしろおぼろげながら見えてくるのはですねこの政権は移民政策に本腰入れてやるつもりなんじゃねえのってね、そんな雰囲気も漂ってますから、ね、だから僕は岸田さんを含めて自民党を、ねえー、引いた目で見ておりますけど でも、大半の国民は選挙直前に政権与党が何をどう対処したかっていうのがですね投票行動につながっていくかと思いますのでそうなってくると G7 広島サミットがこのまま無事で終わればですけどもね良い成功実績になると思うのでこのまま選挙に突入しちゃうかもしれませんそうなった時に泉さん含めて野党はどうなってしまうのか内際なんかやってる場合じゃないんですけどもね立憲共産党路線の何が悪いのなんてねポンコツ議員もいらっしゃいましたけれども戦う前からもうねご愁傷様だと言っときましょうあ あ,あとついでにこの広島サミットで何これってねえそんな話があったのでそれについてもご紹介していきましょうか TBS より見出しがですね立ちち会いたいたたた韓国在住ののの被爆者たちが涙の訴え来日したのに 制限で平和公園にすら入れずということで本文を抜粋して読んでいきましょう広島を訪れている韓国のユン大統領は岸田総理と共に韓国人被爆者の慰霊碑を訪れる予定ですこれに立ち会いたいとして韓国で暮らす被爆者たちも来日していますが公園に入ることすらできないと訴えています、えー、父親が広島で被爆したユ・ヨンヒさんは冷遇されているようで心が痛いとのこと被爆者たちは岸田総理とユン大統領が21日に犠牲者の慰霊碑を一緒に訪れる際に ここれに立ち会うことを求めてきたが韓国政府からいまだ許可が下りていないとして、えー、連絡を待ち続けると話していますおしまいということであのー、これをやってる本人たちも分かってると思いますけどもね韓国人の方々もねそういうのは韓国政府から良い返事をもらってから来日してほしいんだけども道路脇に、ね、来てねなんでこの公園に入らないんだってねそんな抗議活動をやっていたみたいですけどもはっきり言って警備の迷惑。そしてここれれを報じる TBS もこれのどこ どうにニュューースバリューがあるんでしょうかねまあ TBS らしいっちゃらしいですけどもねなぜ安住アナウンサーが TBS の出世条件は韓国語習得と公言してるくらいですからねその辺への忖度なんでしょうかねもうわけわかめってありますよと、えー、さてお次の話題はジャニーズの元長男坊がですね爆弾発言をおっしちゃったお話題を刊フジより見出しがですね 知ってるでしょう近藤正彦無責任発言の波紋。ジャニーズ前社長の性加害問題ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。元事務所の長男坊の近藤正彦が嘘はなしに正々堂々と話してもらえばと発言したことが波紋を広げている。うわー、これは大御所すぎた。マッチがそんなことを言っちゃうと今後どんな後輩たちもね、知ってましたと言わざるを得ない。それくらいエグい言葉となってくるでしょうと。で、近藤は20日21日に大分日向市で開催される スーパーーパフォーミュラー第4戦を PR するために大分県庁を表敬訪問、その後、報道陣の取材に応じた。 2021年に退所するまで事務所に40年以上所属していた今度は知ってた知らないかではなく知ってるでしょとしえその後冒頭の発言に及んだこの冒頭の発言というのは嘘はなしに正々堂々と話してもらえばっていうとこですよねつまりマッチは藤島樹里に向かって言う本当のこと言っちゃないなよってねそういうことをね発言したわけですがこれはなかなかすごい話だただメディアの受け取り方はどうも違うようでございましてえあまりにも一言の発言にジャニーさんの性格 問題については今回大きな問題となりましたがこれまでにも一部 OB やメディアが声を上げてきました今でこそ近藤さんは外部の人間でありますが問題となっているのは近藤さんの在籍時のこと元長男坊として後輩たちが挙げた声をどのように受け止めているのでしょうと芸能関係者は首をかしげるいや首をかしげるのはこっちのセリフだ確かにこの事件はマッチが現役時代に起きた事件であるわけですからねであれば一番の年長者であるマッチが知ってて何で止めなかったのっての、ね、は 批判はいくらでもででももきるんですけどもただ、マッチの方もですね、もしかしたら、もしかしたらですけどもね、血穴確定された側かもしれませんのでね、だからえ、それだとね、本人もなかなか言いづらい部分もあるでしょうに、メディアはなんでそんなマウントを取る言い方なんでしょうか、ちょっと理解に苦しみますね。なお、マッチは血の確定なのか、未確定なのかはですね、僕の興味の対象外であるので、別にどっちでもいいんですけどもねと。で、えー、近藤の無責任な発言があったことで、テレビの報道番組や情報番組でキャスターを務めるジャニーズの現役 タレントの発言がささらにに注目されることになった嵐の櫻井翔は「ニュースゼロ」で発言を避けたことで批判を浴びているがそんな中現長男坊の東山紀之は21日放送のテレビ朝日「サンデーライブでどのような発言をするのか重い荷物を背負わされてしまったようだ。おしまいといととうことで なお、週刊女性の報道によれば、その東山の之氏がですね、サンデーライブにて、明日のサンデーライブにて、ジャニーズ北川の問題について触れる可能性があるという旨のメールを広告代理店に一斉送信したと報じているので、この番組は明日の朝5時50分からの放送ですかね、お暇な方はご覧いただければと思いますが、ただ、なん何でしょうかね、この変な空気感は。 本の前に、ささやの動画で櫻翔氏、桜井少子がニュースゼロで何も答えなかったという動画を出したらですね、え結構な数のですね、チャンネル登録数が減っちゃいまして。<laughs> えー、僕の視聴者にそんなにジャニーズさんいたんですかってね。まあ確かにですね、このグラサさんを撮ったらですね、ジャニーズバりの顔をしてますんでね。あ、すいません。話を盛りすぎてしまいました。実際はね、このグラサさん撮ってもですね、渋垣隊のフックンを崩したレベルの顔なんですけれども、<laughs> まあね、そんな状態を横に置き、僕はジャニーズを守るためにも、ここで一気に海を出 してててて片付けいいかないとっっねそう思っているんですジャニーズのタレントがかわいそうだからってのはですね僕もそこはね忖度してあげてもいいと思うんですけども、とはいえ、ですね藤島ジュリー社長が提示したのは、臭いものに蓋をしただけ第三者委員会も作りませんし、被害者がいるならケアをするってねどういうケアですか、本来ならですねタレント側から損害賠償を請求される話で精神科医が相談に乗りますだけでは到底収まらん話ですよ、そしてもう一つ、これはジャニーズファンに言いたいんですけどもね、今後、ジャニーズが海外で活用しようと。 ししたたににこの事件をうやむやむらです、ね、世界進出ままれますよジャニーズは状況的にタレントを慰み者にする小児性愛者がトップにいたのにそれについて何ら手立てを打たない会社異常な会社だと言われちゃいますなんか一部ではですねジャニーズを衰退させることは結果として k p o p の流入を加速させることになるのでだからジャニーズを守れって話もあるんですけどもじゃあ k p o p の流入を防ぐためにジャニーズを立て直さなければと思うのであればですね 社長にに真摯に責任を取らせることでしょ社長辞任するとも言ってませんし給料年俸をです、ね、減らすとも言ってませんしあの人何もやってないじゃないですかビデオメッセージを出しただけで世の中のメディアはですね「普段は裏方で絶対顔を出さない人が初めて顔を出しましたこれは異例の事態です」ってねなんかよく分かんないこと言ってんだけど世の中いろんな会社ありますけどもね他の会社でこれやったら通用しますかねもしこれが吉本で起きたとしてですよえそこで吉本の社長がビデオメッセージで「許されることではございませんが本当に知りませんでした」って言えば「 オッケーですってね、了解ですってなるんでしょうか。そんなことにはならないでしょ。だからこそ、近藤マッチが、嘘はなしに正々堂々話してよと言ってることはです、ね、僕はそんなに違和感ないです。なんだったら、マッチも同席して、それでね会見開けばいいじゃないですか。でね、あんまりガチャガチャ言うのもあれなんで、じゃあ僕が藤島ジュリーの秘書とかね、えー、そういったサポートメンバーだったら、今の状況をどうやって落ち着かせるかっていうことを考えてみたんですけども、僕はジャニーズ事務所で性被害者のこの基金をつければ良いのではと思います。もちろんその基金は まあ誰誰がが対象だとととかかね誰が利用したとかそんんななこと言わなくていいんですよでえそこでまず心のケアチェックをして場合によってはですねそれで損害賠償じゃないんだけどもねえ基金から一時金を出すだとかね事務所もタレントもなるべく傷つけない方法を僕だったら提案しますだって現状はケアをすると言ってるだけでね責任は取りません第三者委員会も作りません今後の方針も不明確再発防止もまるでないもう一回言いますけれども藤島樹林の回答というのはほぼゼロ回答ですからね普通の会社であれば速 ですよなのでジャニーズファンもそれから業界人もちゃんと筋を通すまで厳しくした方が僕はいいと思ってますが、えー、今日も話がなくなりましたのでこれくらいにして最後はほっこりのぞけて締めたいと思います近藤正彦は会見でおかけまして炎上したと説きますその心はマッチ1本価値のもと す <laughs> すいまません超ベタすぎました、えー、しかし、猿之助の話もそうですけれども芸能界ってなんでこんな風に闇が深いんでしょうかね、よかったな、僕、芸能界に入ってなくてっていや、それはね、僕にそういう芸能の実力がないからなんですけれども、えー、本日も面白かったためになったらです、ね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササヤンでしたたで